えー、それでは有理数の連分数展開に引き続きまして今度はあの無理実数の無理数の,あの連分数近似を考えることにしましょう。でここではその、まあ、実数 α、えーとまあ、無理数ですけれどもこの,の連分数近似を扱うことにします。でえっと先ほどのその連分数展開有理数の連分数展開の際にはあの、まあ、与えられた数が有理数でしたから その展開をする際に、えっとまあ、分子を分母で割ってですねでその、まあ、小と余りを使ってどんどんその分母を展開していったわけですけれども、まあ、あの無理数の場合ですとこのようなことができませんのでその代わりに、えっと、今ここではアルファ1ですねこれを与えられたアルファと置きますけれどもそのこの QI ですねこの QI というのは先ほどの,その有理数の連分数展開ではその、まあ 分子を分母で割った商を通したんですが、えっ、ー、と無理数の連分数近似の場合にはこれはそのアルファイのえっと整数部分ととというふうに取ることにします。でこの記号はですね、えっ、ー、とあのフロア関数で、えー、とこれまでもう何回か出てきていますので、とまあかあの忘れた人は確認していただきたいのですが、まあ,あのこれはあのアルファイイをまあ超えないですね最大のあの整数を取ったものです。 で、えっ、ー、と、これに対して、その、まあ、この Qi を取ってですね、それから、アルファの i プラス1というのは、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、アルファ i から、その、整数部分を取った部分ですね、この小数部分の逆数という形で、こう定めていきます。で、まあ、この計算を、まあ、i が1、2、3というふうに、えー、i を増やしていって、えー、それで、あの、先ほどの、 有理数あの,の連分数展開と同じようにですねこの無理数の連分数それではとあの例題としましてテキストの例の4.92に従って計算を進めていきましょうでここではその無理数の連分数近似の例としてこのルート3をですね連分数近似を計算していきます で、えっと最初のステップではえっと今あの吹き出しが出ましたように。まず、あのルート3をその整数部分と小数部分に分離します。で、まあ、ルート3は皆さんご承知の通り、まあ、整数部分は1ですので、整数部分は1と。それからえっと小数部分はそのまあ、厳密に書こうと思うと。まあルート3-1と書くしかないですから、まあ、このような形で表記します。 で次のステップではそのルート3の小数部分ですねこのルート3マイナス1の部分の分子を1にした形で表します。これはまあ単純にそのこのルート3マイナス1の逆数があの分母に来るような分数の形でえと表すことにします。で次のステップでは今 あの分数の形で表しましたところのこの分母ですねえっと今あの丸赤丸で囲った分母をあの有理化します。以後はこのルート3マイナス1分の1の,あの計算を行うわけですけれどもこの2行目の式にありますようにとあの分母をあの有理化しましてこれをえっと2分のルート3プラス1という形で表します。 でえー、と今のステップで計算しましたあの2分のルート3プラス1は、えー、とあのこれはあの1より大きい数ですので今度はそのこの数をですねその整数部分と小数部分にえと分離します。で、えー、とまあ2分のルート3プラス1ですので、えー、とこれあの整数部分を調べればこれは1ということになりましてそれからあの小数部分は あのまあ厳密に表そうとするとまあ2分のルート3プラス1マイナス1という形で表すしかないのでまあこのような形で表します。そしてえこれをまああの少し整理していきますとまあこういう形で有理数の形で整理してえと結果としてえとこの1プラス2分のルート3マイナス1という形で表されます。 で今求めましたこの2分のルート3マイナス1をですね今度は先ほどのこの上のステップでやりましたようにこの分母を1にして表しますそうしますと今度はこのルート3マイナス1分の2という分母が表れますので次のステップではこのルート3マイナス1分の2をさらに とまあ連分数で近似していきます。で、えっ、ー、と今あのー、取り出しましたルート三マイナス一分の二ですけれどもまずはの分母を有理化しましてでそうしますと、うん、こちらにありますようにえっ、ー、と二分の二かけるルート三プラス一ということになります。で、えー、このこれではそのまあ約分をしましてでえっ、ー、と まあ三プラスルート三プラス一という形でこう表すことができます。で、えっ、ー、とこのルート三プラス一をですね、今度はその整数部分と小数部分に分離します。で、ルート三プラス一というのはまああの二と三の間に存在する実数ですから、そうするとえっ、ー、と整数部分は二ということになりまして、で、えっ、ー、とまあ小数部分はルート三プラス一マイナス二なんですけれども。 まあこれを、あのーま、数をまとめてですねル、えート3マイナス1という形でこの小数部分を表します。で、えー、と次のステップではその小数部分に持ってきましたこのルート3マイナス1をの分子を1にします。えー、とこれは先ほどもあのから何回かやってる計算と同じように。 その逆数を分母に持つようなあの分数の形で構成することになります。で、小数部分をの分子を1にしたときに分母に現れてきた分数がですね今あの、今、ルート3-1分の1だったのですが、実はこれは、さっきほど1回計算で現れたものです。これの最初にこのルート3の小数部分を取り出して、その えと分子を1にした際に分母に現れたその分数の形です。ですのでまあここにですね同じ形が現れたということはそのこれ以降のその連分数近似の計算を行うと今までの計算のステップが循環するとすなわちこのリュート3の連分数近似にですねこの循環節が現れたということになります。今のののような形でこの3の レイ、えっと、ンブルス近似をですね展開して求めていきますと、まあ、このリュートさんがですね、えっとまあ、91から順にその数を並べていくと112121212というふうに続いていきましてこの第2項の1と第3項の2がですね、えっと、ずっとあの続いていくことになります。でえっとそこで えとこの,あの連分数近似前回もしくは連分数近似におけるあの循環節をですねあのこちらの,あの式のように書きましてでその循環節の部分にはこの式にありますように循環、えーまあ、節の部分にあの上にこう棒線を引くという形で、えー、とあの連分数の循環節を表しますですので、まあ、今回はそのルート3を連分数近似しましたところ えとその連分数近似の係数はあの、まあ、最初が一1とで次第2番目の要素1と第3番目の要素2が、まあ、循環して現れるような連分数で近似できるということが分かりました。でここで、えー、と無理数の連分数近似について補足しておきますとこの実数、えー、と無理数 α を連循環連分数で表せるための必要十分条件としましては。 この α が、えー、と m と n と q を整数とした、えー、ときに α が q 分の m プラスマイナスルート n で表せるということが知られています。でこのような無理数は二次無理数と呼ばれておりまして整、えーまあ、形数二次方程式の根であることが知られています。それでは今回の授業のまとめです。 でまあ、今回はあの拡張ユークリット誤助法のまあ性質の続きということでまたあの新しい性質についてえ紹介しましたそれからえ拡張ユークリット誤助法のまあ応用としまして一つは有理数の連分数展開の計算とそれからえっと無理数の連分数近似の,あの計算法を紹介しました、えー、最後にえと次回の予告です えっと次回の授業では、えっと、拡張ゆっくりとご情報の応用として、えっと、中国常用散法について、えー、と議論しますでテキストでは第4.8節にありますので、まあ、必要な人は予習をしておいてください、えー、それではあの今回の計算基数学1の授業はこの辺でおしまいにしたいと思いますお疲れ様でした